お手並み拝見です。はい。はい、皆さんこんにちは。アキラのタロットカフェの時間ですね。やってまいりました。今日はですね、4月の1日ということで、皆さんのどんな感じですか。エイプリルフールですね。まあ毎年僕ですね、エイプリルフールの時は、ブログであったりとか、ツイッター、フェイスブックかな。まあそんなところで、大々的な結構大きな嘘をつくんですね。で引っかかる人が8割で、まあ見破る人が2割ってですね、今年ちょっと割と楽な嘘でした。去年ですね、確か去年は、まあ、通訳の仕事を入ったので今からマドリードへ行って、ですね、まあちょっとその政府のこう要人とまでいかないけど、まあそういう人とですね、こう今ちょっとあの成田行く間のですね、タクシーで打ち合わせ中ですみたいなですね、パスポートと、何だったかな、パスポートとなんか書類をですね、スペイン語で書いたこう文章ですね、まあ、僕が通訳の頃使ったやつですね、それをこうパッて乱雑に置いて写真撮って今から行ってきますって言ったらですね、みんな頑張ってくださいとか、アキラさんそんなことやったんですかみたいなですね、まずいなと思いつつもやっぱ楽しいですね、まあ、今回は結構簡単な、今からバルセロナ行ってきますっていうのと、チェックインですね、新東京国際空港って書いて、それで、まあ、チェックインしたけど、中身をちゃんと見ていただけると、うちの住所になってるというですね、まあ、そんな感じでですね、まあ、やってるんですけども、エイプリルフールにふさわしいゲストかどうか分かんないけど、ふさわしいって言ったら怒られますけども、うん、ですね。今日来ないんじゃないかとかですね、実はゲスト出演って4月1日だから嘘なんじゃないかとかですね、まあそんなのもですね、まあ、ちょっと恐るですね、まあ、聞くに聞けないしですよね、まあ、聞いたらまた聞いたで絶対ボケると思うしですね、っていうですね、まあまあまあ気が重いような重くないようなですね、今日はどうなってしまうんだろうかというですね、そんな感じでもあるんですが、はい、青鬼さんありがとうございます。こんにちは、ということでゲストの方ですね、登場していただきましょうか。2回目、です、服部武雄さんです。よろしくお願いします。はい、もう毎度なんかちょっと面倒くさそうな、大丈夫ですか、ちょっと。はい、改めまして、こんにちは。どうも、はい、こんにちは。ありがとうございます。ユーストリームですね、まあ、2回目ということで僕言ったんですけども、初めての方もいらっしゃいますので、いるのかな、今、7名の方見ていらっしゃいますが、はいはい、初めてという方もいらっしゃると思いますので、簡単に自己紹介をですね。あ、そうですね。はい、名前は服部武雄と言います。はい、まあ、仕事はですね、まあ、外資系の保険会社にいまして、うん、はいはい、まあ、ファイナンシャルプランナーという肩書きはあります、うん、まあ、金融保険、まあ、銀行業務一般のことの、うん、いわゆるコンサルタントですね、はいはい、うん、まあ、幅広いそういった、はい、本当に固い真面目な仕事をしております、うん、はい、はい、大丈夫ですか。まあこんなもので、はい、今日は2回目なんで、ね、そうですか。ところどころまたそういう話をね、うん、はい、冗談の間に入れておこうかなと思います、はい、ありがとうございます、はい、今日はよろしくお願いします。お手柔らかに、はい、いい、どんどんこちらこそもと言いながら、口下手なんで、いや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 、またよく言ってます、ね、はい、いや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 はい、プチアールさん、こんにちは、ありがとうございます、大阪の芸人さん登場ですかということです。そんなことあるへんだよ、服部さん、何がお堅いんですかとかって。いや、堅いですよ、もうガチガチでんがな、もうどこまでですか。今日こんな感じで1時間やるんですか。いや、お望みとあれば、はい、もうちょっと砕けますけど。ああ、どうぞ砕けていただいて、あんまり砕けすぎないよ。じゃあドルとユーロの話もしましょうか。はい。
そんなも話できますんで、はい、あそうですよね。そう、それがそうですよ、うん、それがそうっていうか、ちょっとそうドルの話が出て、ああそうそうドル、どうぞどうぞ。今だいぶ、はい、まあ、ドル高円安といいますか、それが進んでまして、はい、貿易関係の仕事が活発しているんですけども、うん、やっぱあの世界に牛耳ってる通貨4つあるんですけど、うん、知ってますか。世界を牛耳ってる通貨、世界を牛耳ってる4通貨ってまあ一般的に言われてるんですけども、まあ、普通にドル、まあ、米ドルですね、米ドル、ね、はい、ユーロ、はい、円、はい、ここまでは出るんですよ皆さん、うん、もう一つ世界か、そう世界、ポンドじゃない、正解、マジですか、そうですか、いやつまんねえ。ちょっと待ってください、待ってください。そこでね、やっぱね、あの、ウォンとか元とかでボケてごらんと、もう突っ込まれへんや、もう。空気読んでも、打ち合わせしたやんか、さっき。皆さん、打ち合わせなんかしてないですからね。おととい、もう30分くらいびっちりしましたからね。そうなんです。あの、元かポンドで迷ったんですね。ああ。うん。まあ、元もいいかもしれないけど、なんかこれからかなってイメージ。いやいや、あれはね、世界通貨になりません。あ、ならないですか、はい。どうしてですか。あの、うん、信用がおける通貨っていうものの基準がありまして、3つあるんですよ。はい。わかります、うん、信用がおける通貨の3つ。この国の通貨。はい。まあ、その国が信用できるかってことなんですけど、それ3つあるんですよ、はい、ポイントが。わかりません。ああそう、ありがとうございます、分かりやすい答えで、分かりますまず一つが先進国であること、はい、ああ結構単純ですね、まあ、本当に単純なんで、そうだ、はいはい、先進国であること、先進国であること、それとあとは資源国、うん、資源国、まあ、この資源というのは天然資源、水産資源、はい、そういうものでもじゃなくても、はい、人による人の資源でもいいし、技術的資源でもいい、はいはい、すごい広い意味の資源、問題は3つ目なんですよ、はいはい、民主主義であることなんです。そっか、これが重要なんです。うーん、だから中国の人民元は世界通貨にならないんですね、はい、なれないんです。なるほど、それは説得力、なんか今日かっこいいですね。これ本業ですって。ああ、そっか。いつもボケてるツッコミ倒しというのが仮の姿ですからね。大体こう飲んだというし話しませんからね。そう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 、あの一昨日も飲んでたんですけどね。そんなことばっかでも30分1時間もうボケツッコミ倒しましたからね。もう詳しくはですね、Facebook の服部武雄って調べてですね、もういろんな写真がこうなんかだき言わないですけど、まあまあまあ、まあ、いろんな写真が出てるのですね。あの、まあ、あれはね、まあ、本人が載せていいっていうことは、そうそうそう、こう言ってもいいっていうことだと思うんですけど、うんうん、まあ、そういう写真が載ってますって、まあ、そういった一面も持ってます、はいはい、そういった一面しか見てないような僕気がする。そういう一面しか見せてませんもん、うん、そうですよね、なんか今日かっこいいですね。うん、なんかスーツ、だって普通にシラフでないとき話したことめったないでしょ、はい、ないですね。ないですね、そういえばだからここにあのビールとかハイボールがあったらもうあビンビンですよ、もう。あ、用意しとかなくてよかったそれだったらこの番組終わりませんもん。そうですはい、ありがとうございます。はい、はい、あ、のりさんこんにちは、こんにちは、ツッコミ講座始まりましたもうビシバシやりますよ、はい、もう始まったボケツッコミとかですね、もう可愛い女性に抱きつかれてにやけてましたねってのりさんが言ってますよ。いやいや、あれね、はめられたんですよ、はい、くっついてとか言って、はいはい、ね、結構乗り気だったじゃないですか。でももう、もう周りから言われてもやっぱちょっと空気壊すの嫌いなんですよ。ああ、はい、乗せられたら何ぼでもしますよ、はい、もう。あ、本当ですか、ね、はい、なんだとこう乗りましょうか。え、やめてください、それちょっと待ってくださいせっかくボケてあげたのに突っ込んでよ、そういう時ああ失礼しました。ちなみに今の、まあ、これボケツッコミ講座としてですね、はいはい、うん、例えばここ乗りますよって言ったじゃないですか、うん、服部さんだったらどうツッコむんですか。あ、じゃあ僕の、さあ乗りましょうかって、うん、さあ乗りましょうか、そうそう、うん、それではもう一回言ってもらって、そこ乗るとこじゃありませんです。結構シンプルでいいんですねそういうシンプルから、うん、まあ、初心者ですから、まだそうそう初心者ですよ、うん、だんだん上級編に向かっていますえ、そうなんですかそうそうそう、うん、いやー、なかなかですね、服部さんにはいろいろ教えていただいてですね、いやいや、頑張ってるつもりなんですけど、あ、うん、まだまだちょっと面白いものを見受けたんで、はい、どうしたんですか、オンエア中に。何ですか、何ですか。いや、ちょっと小道具を、はい、はい、あ、暑いですか。いやいや、はい
何やってるんですか。何が。例えば一応もう基本ですよ。はいはい。携帯取ってください。僕の。はい、わかりました。でこれリモコンじゃないかって。でそれでやって、あちょっと熱いな。もしもしもうちょっと温度下げてってこれリモコンやんってこうやるんですよ。あ僕が多分僕は何もやることないじゃないですか今のはです、ね、だからもう振ったわけだよもうこれを、はいはい、もう携帯やって言って取ってって言ったらもうどういう風にボケるかなと思って渡してくれるああもうコーナーそれ逆にやるともう困りますよいやーそうだそうだはいはいあと40分、あと何分ですかあと50分どうしようかなって占いやりますかそうしましょういや、冗談ですで、人参でそれ、キャロットで違います違うんですよ、これはですね、復讐みたいな復讐みたいな、うん、そう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 、うん、これはですね、この下りは実はあったんですねそう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 まあ、ちょっと自分でやってしまったなと思ったのはちょっと間が感じましたね。ちょっと間があったんですね。ちょっとね。ちょっと間があったのがちょっとポン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 って感じこれ。そうですよね。スコンスコンスコンってやっぱ。うん、今なんかボケました？ボケてないですよ。いやいやいや。こうなんかそういう疑心暗鬼じゃないけど、こう今ボケたかなとか。ボケだボケボケ。今そういう心理。そう毎回毎回せえへんから。あ本当ですか。よかったですねもう。もうみんな言ってますね、なんか、うん、初歩編だとかですね、はい、初心者ツッコミから勉強になりますとかね、キャロットカフェとかですね、タロットカフェですからね、キャロットって何ですか、キャロットって人参じゃないですか、ね、人参や、うん、健康に占い流行るかもよ、それ健康にキャロット占いカフェだキャロット占いカフェ、うん、人参ですよねそう馬ばっかりたりね馬ばっかりたりねお客さん馬とかうさぎばっかりだそれ競馬じゃすいません調べてみましたいやいや今僕が滑ったんですあ今服部さん滑ったんですっこっちを滑ったのは占いするえ占いでもするいやいやちょっとなんかそれ悔しいから悔しいやちょっと今日占いや占いや、うん、もうちょっとしてから、まあ、やんなくてもいいじゃないですか、うん、悔しいから今日はですねうん、またなんか見かけましたねいやいやちょっと UFO みたいなやつああこれ、うん、これなんすか俺これなんだと思いますうん小さいシンバルああうんそういう使い方もありますよ、うん、まあ叩く道具なのでですねこんなのああマイクのところでさっきやってたけどうん、うん、あのこれですね昨日一昨日ですかね、ちょっと衝動買いをしてしまったってです、ね、あよく衝動買いするんです僕、うんうん、ちょ待て衝動買いする、うん、そう衝動買いやめるとは要求よ話、はいうん、店まで行って えいいんじゃないですか衝動買いするって衝動買いをやめるというのやめるカメラ欲しいやっぱやめたなんでやめた絶対店嫌われるんだよあれ、うん、あ僕のこと言ってるそう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 散々カメラ欲しいカメラ欲しいって店まで行ったってフェイスブックにドーンと行っ て, っ て, ってやっぱやめて帰りました絶対塩まかれるよあれ嫌なやつですよね、はあ、そっか買わなきゃいけなかったんですよね うん、それで衝動買いするよくするって なんやねんどこ突っ込んだらええのよいやいや結構ですね頑張ってこう踏みとどまったつもりだったんですよ、うん、僕は、うん、これ買っちゃいました、うん、これですね握り倒すでしょそういうことで僕できないんですよ、ね、ぎりってあそこなんですよ、静岡の人ってあ、服部さん静岡じゃないから分かんないかもしれないけど静岡と大阪とハーフやねそうそう、僕も喫水、うん、喫水って言ったら変だけど、まあうん、まあバルセロナぐらいしか出たってことがないからあ、まあ、静岡みたいなもんですなんですか、そのめんどくさそうなこうそういうはい、続けてまあ要は静岡にいると、うん、多分ここの皆さんそうですよ。ねぎれない、ねぎります？ねぎらない。ねぎらないです。ねぎります？あねぎりす。あねぎる。韓国とねぎります。あ韓国は、あ韓国は僕もねぎることありますよ。うん、青木さんはねぎりますか？普通に。
そうなんですか。ダメですね、僕ね。普通にやっぱそう、まあ、あんまり小さいものは入れませんけど、うん、ある程度高額というか、はい、高いものは大体握りますね。普通にこうなんか負けてみたいな感じなんですか。いや、もっとストレート。え、このいくら、例えばカメラがあって、あ、はいはい、10万円と出るでしょ、うん、でお兄さんと店長さん、はいはい、このカメラなんぼって聞くんですよ。なんぼって聞く、うん、そうすると、まあ、10万とかって静岡ですわね、そこに値段書いてありますよって、うんうん、そうすると会話終わってまうやん、それ。そうですね。そうするとおさんが、ちょっと待ってって、はい、で、いくら言ってくれるんですよ、うん、いくら、そっからがスタートで会話のキャッチボール、うん、こう何棒って言って8万とか10万とかっていう、そう、10万とか例えば9万5千とか、うん、はいはいはい、うん、そう、もう向こうも待ってる、そういう会話をね。そこでこ、まあ、交渉じゃないけど、いろんな交渉なりで、そこでこの話や会話が盛り上がってくると、うんうん、面白いものが勝ちなんですよね。なんですか、それ。その会話がおもろい方が勝ちなんですよ。おもろい方が勝ち、うん、そうそう、そこで、はい、ただやたらと負けて負けてなんぼにせえなんて言っても、はい、ただ嫌がられるだけやん、うんうん、まあ、その交渉が漫才なんですよ、うん、それで周り人垣ができると、うん、やっぱギャラリーができると、やっぱ燃えてくるでしょ、はい。ああ、そういうもんなんですね。そうそうそう、天皇ちゃん、うん、しゃあないな、じゃあここで絵にしてって言ったら、よっしゃー、こうだろうかと。ああ、うん、そのやっぱキャッチボールやね。だから、こっち来たばっかの頃、やっぱそこら辺の大手の電気屋さんなんかでやると人垣ができましたね、はい。そうなんですね。人巻き作っ、漫才が始まる。うん、これこの冷蔵庫って、うん、そんな高いのと、もうちょっと負けてよこれ、これも買うし、だったらこっちもつけてとか、また人の3倍ぐらいの大きい声で言うんですよ。ちょっと何事かってみんな見に行きますから、こうやって。そうですよね。うん、ないですね。恥ずかしいとかそう思っちゃいけない。なんていうんですかね、恥ずかしいっていう気持ちだけじゃないと思うんですね、きっと、うん、なんかねぎっちゃ、僕だとこうなんかねぎったら悪いのかなっていうふうに思うんですよ、うん、いや、それはそれでねぎれんかったら、僕はあかん言うたら、あ、しゃあないな、そこで終わりやん、うん、そう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 、やっぱお互い商売やし、うんうんうん、まあ、それはそれでアピールするときはアピールしとかないと、はいはい、うんうん、へえ、そういうもんなんですね、皆さん。そういうもんなんですよ。、うん、そうですね、今日来てる人結構関西の方、西の方の方、それノリさんとか、あ、プチャールさんだって、ね、松山だし、うんうん、だからですよね、うん、ねぎらないのか、松山人ですがねぎり倒しますって、松山の方もねぎるんですね。そうなんですよ、なんかねぎりますみたいな、風土があるんね。あ、そっかそっか。のりさん別に静岡お金持ちが多いって、静岡お金持ちが多い、決してねぎらないってですね、金持ってると殿様商売が通用しちゃうんですよね、静岡って。はい、それはですね、ひしひしと感じるものがですね、ありますね、うん、前に、はい、某宝石店、はい、某宝石店、うん、はい、行って、うん、でやっぱこう女の子のプレゼントとか、うん、でそういう時でも、もうこれ欲しいけどちょっと高いなと思って、もうちょっと安ならんって言ったら、はい、露骨に嫌な顔されましたね。そうなんですか。そういうこと言う人はうちのお客さんいませんよくらいのこと言われましたもん。あ、へえ、結構そういう、うん、うん、で、そこで僕は すいませんで帰ればよかったんですけど、うん、やっぱ悔しいじゃないですか。ほんまこんな殿様の商売やってと見たことない、大阪やったら速攻潰れんで。言ったんですかそれ。言いますよ。あ、言ったんですか。そしたらその人が、あ、待ってくださいって奥行って、はい、店長が出てきて、はい、お客さん申し訳ございません、いろいろうちのシステムをいろいろ説明してくれるんで、そんなに聞きとない。負けられるかどうかどっちなん。じゃあ3,000円だけ引かせてください。そう、3,000円の意味はよう分からんかったけどね。まあなんかこそ、ややこしかったんですね。そうそう、3,000円ぐらい引いたら帰ってくれるんじゃないかって。こいつと会話するよりも3,000円で追い返した方がええやと思って。そう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 、それそれそれ。まあ3,000円ぐらいでいっかみたいなですね。うん、はい、うん、めちゃめちゃやなきゃ。静岡の商売人さんは得ですねということで、ね、ね、
あ、値札通りに買ってもらえる、うん、あ、そう考える、まあそうか、そうかもしれない、うん、あ、そっか、大阪とか、まあ、今のりさん大阪の方のコメントですけども、うん、あ、そっか、そういう意味では、うん、そう、いいねで買うんですね。 僕もそうですけど、ついついですね、まあ、僕イベントいろいろやったりとかするじゃないですか、うん、基本あ、まあ、交渉しないわけじゃないですけど最近するようになったんですよ、うん、でもそれはもう1年2年前はもういいね、うん、向こうがいくらって言ったら、うん、了解ですみたいな、ポチッといいでよ、ね、ちょっと待って、聞こえなかった 今聞こえなかった、そうそう、ポチッて、それフェイスブックのいいねでんがなっあ分かりやすくボケてあげたのに今の分かりやすいですか分かりやすい、ふともういいねって言ったらもういいね、フェイスブックいいね、あ、パパパッと来ないとね、あの分かったでしょ、うん、分かんなかった服部さん、ここ静岡、あ、そうそうですね、焼津でした、そうそう、焼津、焼津シティ、あの多分これまたのりさんのとこでユーストリームやったりとかしたら違うんですねきっと、うん、そうなんですよね、もう、あ、なんかのりさんが言ってましたけど、はい、うん、服部さんも今度大阪のイベント来てくださいって、あ、行きたいんですよ、ね、すごい行きたがってましたね、この間2月8日僕行ってきたんですけど、そうそう、行きたかったんですけど、うん、やっぱね、ちょっとなんか重なるんですよね意外とね、はい、花粉か、重なる花粉は飛ばへんで重なる、こう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 、うん、はい、重なるんですね、そう、なんていうか、イベント本当重なるんですよ俺、ああ、そうなんですね、うん、ねえ、うん、いつか行きたいなと、あ、あの、うん、またなんか定期的にいろいろやってくださってるのでですね、のりさんがですね、もう服部さん服部さん服部さんってもうのりさんありがとうございますみたいなもんだと思いますよ本当にですね、でもこういう社会は不安でしょ、不安、うん、不安ですよ、そう、いや、不安と不安をかけ取って今やっぱり今やっぱダメだ、分かんない、もうスッもうレスポンスが遅い今ちょっと不安っていうのがですね、 Windows 96くらいだから96なんてありましたっけ、あ、95からあるからあるんだ、そんなあるか知らんけどいや、もう98もだ、98がもうないからないよ、ね、保護してないからうんですよ、汗かいちゃった、もう本当汗ですよ今日はもうカズさんみたいに、あのカズさんも汗よくかいて見るんですけど、今日僕なんかちょっと汗かいて、うん、ちょっと暑いから、あ、まあ、僕さっきラジオ体操やったからかな何ラジオ体操って、あ、隣のとこで浜屋さんっていう、普通、あ、ラジオ体操って朝ちゃうの、うん、そうですよね、昼間、昼間やるんだ、うん、有酸素運動らしいですよ、うん、あの、まあいいか第1、第2、第3とか第1だけ、第1だけ、ね、あの意外となんかちゃんとしたやり方っていうのがあるみたいで、うんうんうん、あの今まで僕らやってるような普通のやり方ってちょっと間違ったやり方とかも入ってるらしいです、うん、あれ本当にあの正式なやり方やるとすごいらしいですね、うん、あれ、うん、ラジオ体操って本当にこう、うん、あの科学的にできてるっていうのを聞いたことあります、あ、そうなんですか、ええ、うん、今の真面目な話ですよ、そうですあ、そう僕服部さんの会話をこう聞き逃さないように聞き逃さないようにって、ね、こうどこにボケが入ってくるだろうかっていうですね、もうですね、はい、あ、青見さんありがとうございます、関西はねぎられるのを分かっているから乗せてるところあるよって、あ、そういうもんなんですね、そうそうそう、あ、じゃあ僕ボラれるパターンですね関西で、うん、いいねで買いますねきっと、さ、関西の人よく覚えてください、儲かりますねこの音が言いたらカモじゃないですか僕いやちょっとそう、もうボラれないようにちょっと静岡でいっぱいお金儲けしておきます、うん、ということで、はい、買いませんかこれ800円え、あ、1個400円1個400円それで800円と一緒やでこれ純金ですよ、嘘、うん、ドーミノの革やんこれ、こっち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 、はい、面白いとか言われてますなんか、うん、僕らなんか珍獣扱いみたいなはい、のなめだれさんというですね、このノーネームだれっていうふうにですね英語で書いてるような感じの、うん、いつもなんか何のアイコンかなって思うんですよね、この絵がですよね、ちょっと見えない、ちっちゃいことやね、そうそうそう、なんかうどんっぽいんですけど、うどんじゃないんですよね、なんか、うーん、分かんない値引き交渉はどうぞという感じ、
値引き交渉はどうぞという感じでいいのですが、やっぱり話し方が怖いから怯えます。大阪の方ですか、話し方怖いって。いや怖くないですよ、それ服部さんだから。いや、あの、うん、大阪、うん、まあ、大阪って広いですからね。うん、あの、そうなんです、うん、違うんですね、また全然違うんですよ、うんうん、あの、なにわの方と本当の大阪の町の方と、うんうん、あと、私が住んだのも、大阪のビバリーヒルズ、河内とかね、うんうん、ビバリーヒルズか、河内、河内、河内、うん、はい、もう非常にお上品なところでね、はい、あ、そうなんですか。うーん、堺とか、ヤンケー、ヤンケー、ヤンケー、悪いいうところですよ。そう、河内がですか。それ上品じゃない、上品じゃないか、お上品やつで言うてるの、それちゃうやろ、言ってほしかったのに。だから、地理的、地理というかその辺知らないから。大阪ってこう、あの、本当 の、 あの大阪城とか、何がいわゆる何庭の昔ながらの本当の本当の町なんですよ。はいはいはい。でそこから南の方行く、南っていうのかな、よくあの南っていうじゃないですか。あ、それが本当の、あ、本当の南、あ、それ南区の南で、例えば南部っていう、うん、東東南部っていうのかな、そっちはいわゆる河内という、うん、そっからまた和歌山の方行くと泉州泉、うんうん、はいはい、からそっちも、うん、岸和田のだんじりがあるような、あ、非常に荒っぽいところですね、はいはい、岸和田っていうと、あの、清原とか、そう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 、あの、だ、また誰か言いましたね、岸和田とかですね、岸和田誰か、うん、で、あの、いわゆる北っていうのは、北っていうよく南と北とかって、北というのはあの本当大阪駅の周りで、どっちかというとあの東京に近いような、お、あんまちょっと大阪、うん、大阪なんだけど、はい、あんまり大阪臭くないような、あ、そうですか、ちょっとあの垢抜けた大阪、ね、あ、ちなみにあのこの間僕道頓堀、あ、道頓堀、道頓堀はどっちなんですか、あれ南ですね、あれ南なんですね、あれ南の、道頓堀からまたさらに南に下って、はいはい、天王寺、天王寺、あ、止まります、天王寺、天王寺、あと、うん、あの辺の新世界だとか、新世界、あ、通天閣のとこね、あ、ありますね、ありますね、うん、あそこからなんかもう本当のコテコテの大阪のとこですよ、あの辺は、ああ、なんか動物園、あ、ね、動物園があって、うん、西成区とかのね、なかなか渋い街ですよ、うん、あの辺も。そうですね、僕動 物、うん、あの動物園前っていうなんか駅があれ、南海電車、何の電車か、地下鉄か忘れましたけど、ありますね、動物園、そうそうそう、天王寺とかその後にこう動物園前とかちょっと降りて、その周辺ちょっと歩いたんですけど、うん、またなんかその独特な雰囲気ありますね、道頓堀とはちょっと全然違いますね、大阪本当下町という感じの、そう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 、うんうん、そんな感じだったですね。あの同じ大阪でも、まあ、また僕堺にも行ってたから、あ、また堺またちょっと違いますけどね、あそこもね雰囲気がね、はいはい、あ、そうなんですね、ちなみに私住んでるのは東大阪市というところで、東大阪市、あの分かりやすく言うと大阪城ありますよね、うん、あります、ね、あれと、の東側で要は奈良の県境の、ああ、そうなんですか、いわゆる河内の方なんですよ、うん、河内じゃあ結構あの花園ラグビー場ってあるでしょ、ありますね、あの近くに住んでましたね、うん、あ、そうなんですか、大阪、花園って大阪でしたっけ、大阪です、あ、そうなんですね、うん、なるほど、はい、はい、うん、のりさん、私は泉州、泉の州って書いて、あ、泉州ね、泉州、泉州ってどんな、玉ねぎが取れる泉州ね、玉ねぎ、玉ねぎなんですか、玉ねぎ、玉ねぎ畑いっぱいあるの、泉州って、泉州ったらもう玉ねぎ畑っていう、はい、こうイメージが僕の中にありますよ、あ、そうなんですね、田舎ってわけでもなくて、田舎、あんまりストレート言っちゃうとそうなんですけど言っちゃった普通言いませんよ、この本人何して泉州田舎ですが、いやいやいや、別に玉ねぎ取れまっか今日岸和田の港から渡り川に到底か、今日はよう取れまんねん、まあ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 、関空できたらあんま取れんようになっての言い過ぎ、橋本なんとかせえと田舎って別に悪いことじゃないじゃないですか、悪くはないですよ、うん、非常にこう、いいんじゃないですか、田舎いや田舎はいい、普通郊外とか言いませんそうですね、はい、田舎って言っちゃったあ、まあなんか今日気温結構気が抜けてるんですよなんだかんだ言って服部さんじゃないですか、うん、まあ、結構楽しくですね、楽しくやりましょう、今日はですねやらせていただいてるんですけども、うん、服部さん、服部くんにちょい似てるかもって、忍者服部くんのりさん、似てるって言われたこと一回もないですねそれは僕の田舎よりひどいじゃないですか今のはあ、そう言われる、言われたら分かるみたいな、ニックネームでね、はい、忍者とかって言われたことありますけど、あの服部くんがあの
流行ってた頃。あ、はいはい、うん、でもその漫画が終わっちゃうと言われなくなるんですよ、うん、ああまあ そういうもんかもしれないですけどね、うんうん、はい、はい、青西さん京都の方なんですけども、うん、大阪のビバリーヒルズ河内突っ込むところやと言っても静岡人には分かりにくい。そうなんですね。あの河内男節って中村美津子でしたっけ。河内ちょっと分かんない、ね、なんとか節って演歌があるんですよ、ありますけどね、うん、いわゆるド演歌のド演歌ですね、そういうイメージだったんですね。よく河内屋って河内屋、あのいわゆる落語とかそういうとこでよく笑福亭とかなんですね、河内屋なんとか丸とかって あれも河内と関係あるんですかね。どうなんですかね、その4曲、あれ、浪曲河内屋、はい、河内屋なんだったら、浪曲だったかな、なんか、そうそう、浪曲、そんなんですね。あ、ガラス屋さん、こんにちは、やっと静岡の方来てくれました、ありがとうございます。なんかちょっと味方が増えたよね。静岡の方いかんのかい、ここは。いやいやいや、ガラス屋さん、この間ライブありがとうございました。そして、プチアールさんがですね、鶴橋の、焼肉はうまい。あ、鶴橋うまいですよ。鶴橋ってところは、なんかあるんですか、鶴橋。あ、もう本当焼肉屋ばっかなんですよ。おお、はいはい。あの環状線って、はい、東京で山手線みたいにぐるぐる回るのがあって、そこで、はい、南難波から奈良に行ける、はい、要は近鉄奈良線とあります。ああ、ありますね。大阪線もまあ一緒なんですよね。で、それがちょっと後半になってて、その下焼肉屋ばっかなんですよ。おお。もうすごい、もう寝てても匂いはわかる。え、そうなんですか。カルビの上を電車が走るっていうぐらい。カルビの上。カルビの上を電車が走るっていうぐらいね。走らないです。カルビの上です。そう、そのぐらいあの下に焼肉がいっぱいある。ああ、今ボケなかった。ボケじゃん、ボケじゃん、ボケじゃん。今のもう真剣な話じゃない。ですか。ホルモン屋がいっぱいやってうまいんですよ。それ。ああ、いいですね。安いしね。じゃあ結構。ああ、行きたくなった。行ってきてください。今から行けば8時ぐらいには着くんじゃないですか、大阪。あ、十分行けますね。河内屋、そう、菊水丸でしょう。菊水丸、菊水丸。河内屋、菊水丸とかですね。東大阪市は司馬太郎記念館がありますね。行きました？いや。司馬太郎。行ってない、うん。うん。あるそうですよ。行ってみてください。うん、鶴橋はプチ韓国ですよね、ということですね。プチ韓国。あ、そうそう。焼肉。そうそう。本当に、うん、あの在日の方がいっぱいいて、あ、それでだから、ええ、あのいわゆるだと思いますけど、ね、なんか東京で大久保みたいなあれなんですかね。そんな感じですね。東の大久保、西の鶴橋、ビアンタウン、うん、さすが焼肉屋さんです。あ、焼肉屋さんなんですか、うん、はい、やったやったって何やん。いや、あ、おごってくれるんですか。ごったで、知ってます、めちゃめちゃ金持ってますよ。ない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 、僕今度ね、日本平ホテルガリギって焼肉パーティーやる言ってますから。おー、ちょっと好楽さんの焼肉パーティーってまずいじゃないですか。いや、出張して持っていてもらって。あ、本当ですか。200人ぐらい来るんですけど大丈夫ですか。ちょっと無理か。、うん、まあ、日本平ホテルかどうか分かんないですけどね、うん、ヒルトンとかシェラトンとか。シェラトン、あれシェラトン、シェラトン、シェラトン、うん、シェラトンホテル、シェラトンホテルありますね。あれですね、あのシェラトン、 S の形のホテルですね、上から見るとシェラトンで。そうでしたっけ、うん、そうなんですよ。ドバイのあれじゃなくて、あれどこもそうなんですか。あ、どこも全部が全部か分かんないですけど、そういうとこ多いんですよ。うん、あ、そうですか。あ、だからシェラトンか。うん、あのディズニーランドの横にもありますね、シェラトンがあるんですよ。あ、あるんですか。それもやっぱ S 出した。あ、そうそう、うん、まあ、シェラトン2つしか知らないですかね。そう、あ、それ両方候補でしょ。あ、だからそうなんですね、かな。はいはいはい、うん、まあでも意外とヒルトンってそんなに高くないんじゃないですか。そんなことないですか。うん、どうなんですかね、よくわかりません、うん、まあヒルトンで焼肉持ってったらちょっと迷惑かもしれないですよね。でもブラックリストとかに乗っちゃってですよね。うん、まあそんなパーティーもやれたらいいかななんてですね、はい。はい、鶴橋の駅にいるとホルモンの焼ける煙で煙ってます、ね、そうそうなんです。本当にね、あの、はい、匂うんですよ、あれ待ってると、電車待ちしてると。あ、そうなんです。下からもう見ぶされるみたいに、うん、
いやだいやなんか腹減ってる時だからたまらんでしょもうあれ。ああよくその匂いでご飯食べれるぐらいのこと言う人いますよね。食べれないことはないかもしれない。そうですか。よくわかんないんですけどね、そのよくこう焼肉屋の あの煙のこう匂いでですね、あのオードリーというですね、芸人がですね、あの春日っていう落語にもありましたよね、あのうなぎを焼ける匂いで飯を食うとかっていう、あシワイヤっていう落語なんですよね、これ、すごいですね、人間っていうのは。すごいですね、はい、あのサイコサイバネティックスっていうふうにですね、難しい言葉で言うと言うんですけど、こう人間ってですね、現実にあるものとですね、実際にこう 頭の中で思い浮かべたものの、その狭間のこう区別がつかないっていう、そういうのがあるんですよ。それはね、通称サイコサイバネティックスといってですね、通称、梅干しの法則なんていうふうにですね、こう例えばですね、梅干し、口の中に梅干しがこういっぱいいっぱいあって、それをこう噛んでるようなイメージ、こう唾が出てくる人は結構いるんですけど、ああはいはいはい、そうそう、出ないと老化現象らしいですよ。あのパブロフの犬みたいなやつ、あ、まあそんなところです、ね、まあ、あれは条件反射っていう、条件反射、ま、だちょっと違う、あ、それとは違うんだ、そうなんです、賢いね、ありがとうございます。、はい、一応ちょっとメンタルトレーナー的なですね、そしたらメンタルトレーナーやからすぐ来ないと。なんか褒められたんだかけなされたんだかよくわかんないですよね。両方です。両方です。ありがとうございます。絶えず緊張してるね今日は。あと30分。すごい緊張してますよ今日僕。あのなんか始まって以来ですよタロットカレー。始まって以来の緊張ですよもう、うん。今までいかに僕が楽をしてきたのかって、ね、うん。緊張の夏ですな。まだ早いです。まだ早い。まだ早いです。あ、今で何点ですか今。いやいや、点数なし。今80点ぐらいの速さじゃなかったですか。あ、スピードはね。スピード、スピード。そう、タイミングだよね。そうそうそう、奥が深いですね。奥深いですよ。ボケツッコミ。ボケツッコミ深いですよ。これなかなかね、一日とかではできません。ボケツッコミ講座みたいなのやんないんですか。やったらいいじゃないですか。僕は出ないですけど。あの、どうですかね、500円とか1000円とか、ね、面白かったら金いらないとかね、つまんないやつから金取るとどう、逆じゃないですか、だからボケツッコミでうまくいったら、うん、あなたはいいです、でつまんないとやっぱ周り空気が調べますから、うん、迷惑料として500円かな。それ静岡でやると賭けですよね。誰も来ないよね。誰も、逆ですよ、なんかそれは静岡でやるなら。、うん、いいですか、こういうとこでボケツッコミ講座、ボケツッコミ青木さんにパンフレットとチラシかなんか作ってもらって、ボケツッコミ講座とかなかなかないと思います。斬新、ね、それでも覚えるとこうと会話のキャッチボールうまく出るようになりますよ、うん、本当にコミュニケーション術だと思いますよ、そう、うん、必ずこうしてほしいっていう風に振りますからね、はいはい、それ返ってこないと商売ならんのですよこれが、なか本当にがっちり普通に受け止められると、うん、投げた方が非常に惨めになるんで、帰ってこない、帰ってこない、ボール取ってそのままどっか行っちゃったみたいなです、ボールそのまま、おーどこだね。そうなんですよね、うん、大阪の芝久蔵の芝は芝良太郎から来てる、あ、4月1日はすみません、エイプリルフールでした。はい、青鬼さん嘘言ったんだ。はい、芝久蔵ってよく言いますよね、芝久蔵、芝久蔵って言うんですか、芝久蔵ボケ、これ構えたんだけど、いっぱいなんかちょっと怖い感じですね。いや、持ってかなくていい。よかった。よかったですよ、もう、うん、にそう、ガラス屋さん、日本平ホテルでなんかパーティーをやると思います、わかんないけど。まあでも今日何言っても OK やからね。あ、そうですね、そうそうそう、今日何言ってもいい日だですね、やりますよって言ってもいいと思うと、ん、も、はい、ね、じゃあ許されますよ、うん、じゃあガラス屋さん、日本平ホテルに来てください、大焼肉パーティー、大焼肉パーティーです。焼津の焼肉に屋さんに幸楽さんってあるんですけども、うん、そこのですね、あそこのでしょ、あのバイパスの、あ、違う、近くですよね、はい、ええ、おー、ええ、そこ軽症炎じゃないかとか言いそうになっちゃった。違った違った、あのラーメンの、あ、でも同じ字ですよ、幸楽、幸楽は一緒です、ラーメンもあります、系列店、
系列ってあるんですかあれ。いやいや、はい、あるかなと思って、まあ、ありそうですよね、なんかないです。あ、でも幸楽ラーメンもあるんですよ。あるんですよ、っていうか僕まで食べたことないんですけど。290円。あ、違う、290円って、あの幸楽って、うん、何でしたっけ、なんかどっかで聞いたことある。290円、ラーメン290円、はい、看板がドーンって出るやん、ね、あれ幸楽でしたっけ。あれ幸楽園、幸楽園か、幸楽園です、幸楽、幸楽、幸楽園ではなくて、うん、そうですよね。いや、あの弁当持ってるやつね、幸楽園、それ普通幸楽伝がなって言ってよ。幸楽、そう、幸楽って何ですか。弁当持って遊びに行くと幸楽に行くって言うでしょ。あー、ちょっと、ちょっと、ね、あの年代的、いや今のは年代的な問題ですよ。年代的な問題、失礼しました。ちょっと僕には若すぎる、僕は若すぎたんです。はい、はい、あの年齢的な、はい、ジェネレーションギャップってやつです。今じゃあそろそろ占いしましょうか。やりましょう。はい、ありがとうございます。牛何頭用意ですか。そうですね、何頭ぐらいやったら一人前で牛どうなんですかね、うん、牛1頭で相当食えるでしょう。そうですね、僕牛1頭ぐらいは食べちゃうかもしれないですよ。牛1頭、牛1頭、そうですね、5頭ぐらい。じゃあ、あきこさんに連れてきてもらって、トラックにこう乗せて。ああそうだ、だったらもうその場でさばけば刺身で食えるし、牛刺身、牛刺身、ああ、牛の刺身、はい、そのまま家どうすんねん。そのまま生きたまま、生きたまま生きづくるって誰も食わんで、そんなもん。それはちょっと犯罪だと思いますね。それは動物愛護団体とかも大バッシング、うん、あ、でも魚はやるから牛もいいような気がするけど。それ言ったらクジラとかも何でもありじゃないですか。そう、クジラ食べてないね最近ね。ああ、僕も5年か6年7年ぐらい前1回食べましたけど、静岡にあるんですよ。あ、うん、今あるかな。あの、とにかくカンガルーとかクジラとか珍しいお肉を出すところがあってですね。カンガルー、カンガルー、へえ、うん、美味しかったですよ。ワニとか、あ、ワニ食べたことある、うん、ワニあっさりしてるよね、はい、ウサギも美味しかったですけど、ね、あ、うなぎは好きだけど俺、ウサギ、ウサギ、ウサギは反応良くなったやん。ありがとうございます。ちょっと中級ぐらいになったかななんて、はい、まだまだ、え、占いやるんですか。占いやろ、はい、はい、どうぞ。はい、はい、そう、うんと、なるほど、それでバルセロナに行くんですか。闘牛調達に、あ、あの、はい、これからバルセロナ行きます。なんか占いましょうか、うん、占ってください。なんかでいいんですか、うんうん、じゃあなんか、まあ、うん、仕事運ですかね。仕事運が、うん、はい、ベタですけど。ちょうど年末から年始にかけてあんまいいこともなかったんで、はい、あ、どうぞ、なんか切っていただいていいですよ、普通に、はい、うん、普通に、うん、はい、牛の踊り食い。牛の踊り食いか。どんな口やねん。なんか今日は楽しいですね。うん、そう、静岡弁ではブッサラ売ってるんですよね。どつく、どつく、ん、しばく、どつく、しばく、どつく、うん、ブッサラを張り倒す、あ、ブッサラ、ブッサラを張り倒す、しばくがブッサラかな、あ、イメージ的には、はいはい、はいはい、じゃあですね、ちょっとじゃあこの中で4枚ですね、どれもいいですね、4枚カードをそのまんまですね、開いてそのままこう並べていただけたらと、順番ですか。ああ、もう順番は自由です。うん。じゃあこの辺から。こうか。はい、ありがとうございます。ああ、ありがとうございます。大丈夫です。ありがとうございます。うん。うん、はい。まあ仕事運っていうことでですね、これはカメラどうなってるのかな、あの、これ、戦車のカードという、あ、ここ地位出すよいかな、戦車のカードというのがですね、今、あ、これユースとご覧の皆さんですね、2画面のところにですね、戦車のカードというのが出ています、うん、
はい、これ勝ち負けでいう勝ちというのを表すカードなんですね。まあ仕事運こう単純に言うとですね、非常にこういい感じいいです。こうなんか年度始めとかですね、まさにこうスタートダッシュみたいなですね、非常にこういい状態で行くとともに、これ女性の鳳凰というカードですね。鳳凰、鳳凰ですね、鳳凰なんかなんかですね、何か言いたいけど次に進みましょう。それぞれするしよね。はいはい、うん、まあ、あのこれ、まあ、本がありますので、うんうん、まあ、いわゆる情報集めとかですね、うん、あのそんなにもちょっとこう、頭に入れたりとかですね、はいはいはい、まあ、そんなのもちょっと取り入れていくようなですね、うん、ところをするとともに、こうなんか落ち着いている部分もですね、これ非常に勢いがあるんですよ、こっちの選手がですね、うんうん、勢いがあるので、こう勢いでいけそうなんですけども、でもそれだけじゃなくてですね、まあ、あのちょっと落ち着いた、うん、いわゆるその、冷めた部分ですね、うん、そういう冷めた部分、冷静な部分ですね、そういう部分も持ってないと、いわゆるこの戦車のカードの足元のところですね、もやがかかって非常に見にくい状態にあるので、うん、まあ、足元を救われやすいというですね、まあ、そんな感じです。これ女鳳凰というカードですね、ちょっとタイムラグがあるから見えたかな、はい、そんな感じですね、うん、っていう、こういわゆるバランスですね、うんうん、こうアクティブなすごいこうすごくこう勢いのある面、うん、それと冷静な面というのですね、うん、そこをですね、うまくこう使い分けていくというふうにすれば、うん、まあ、この太陽のカード、これいわゆる頑張りすぎちゃうはないように気をつけてくださいというですね、うん、意味のカードです。あ、そうです、まあ、休むときは休むとかですね、あのそういういわゆるメリハリですね、うん、仕事と休みの時とですね、うん、まあ、あの休む、まあ、仕事を次の仕事を頑張るためにも、うん、やっぱり体を休めていると、うん、まあ、なので休むのもいわゆる仕事のうちなのかなというふうなですね、うん、まあ、そんな感じがしますので、うんうん、非常にこういいですね、まあ、アクティブな面と冷静な面、冷静な面と、ね、うん、とですね、うん、そして、まあ、ストレスためないようにというところですね、うん、あとは、うん、まあ、もう服部さん、いや、多分やられてると思うんですが、うん、こう計画ですね、計画、そうです、計画性というところ、うん、ちょっとですね、今年度はフォーカスしていくとかなと、うん、もともとはこれ楽観的にですね、うん、やっていくといいですよというふうなですね、そんなカードではあるんですが、うん、逆さまを向いていますので、うん、まあ、楽観性も大事なんですけども、うん、こう計画性とかですね、うん、まあ、そういうところをですね、やっていくようにすれば、うん、もうこの戦車のカードが全てです、仕事運いいか悪いかといったらこれがあるっていうのはすごくいいことなんで、 ありがとうございます、うん、そんなところです、ね、いいこと言いますね。そりゃ、そりゃ占いセラピストですか。あ、遅れた、遅くなった。あ、なんか今日調子悪いですね、占い師的には。まあ、そうなんですよ、アキラのタロット占いですね、ちょっと料金体系じゃあ今日から変わりまして、え、アキラのタロットカフェ出演者の方にもですね、お金を取ることにしてます。あ、ありがとうございます。で、うん、なんぼ？お気持ちでいいです。あ、お気持ち、お気持ちで、わかりました。もうどうぞなんて、どうぞなんてですね。まあ、あのエイプリルフールですから。はい、じゃあ1万ウォンくらいですかね。1万ウォン、1万ドルとかじゃないですか。1万ウォン。ポンドでもいいですよ。ウォンがいいな。ウォンか。ああ、1万ウォンか。1000円しないでしょ今。うん、だって13分の1ぐらいですよね。元、元か、元、やっぱドルだ、ね、紙くずやね。大丈夫ですか、ちょっとそのうちもあるから、はい、いやでもいい感じだったです、うん、で、まあ、もちろん嘘ですよ、無料ですよ今度これはですね、だってお金払う気ないもん。はい、なんか後ろから出てきたけどですね、コーラクとアルパカモコモコ、アルパカモコモコです。知ってますこれ、服部さん、その名前は。アルパカモコモコ、どういう意味ですか。僕もよくわかんないです。どういう意味なんだろう。アルパカってあのアルパカです。アルパカってあのアルパカでしょ。あのアルパカ、これアルパカじゃないですか。あ、そう、そうだったんですか。それアルパカです。モコモコはどこにあるんですか。モコモコしてない、してない。じゃあアルパカモコモコじゃないじゃないですか。じゃないんですよ。
うん、アルパカモコモコしてない、うん、アルパカモコモコ耳も立ってないし、うん、はい、うん、ちゃんと入ってますかこれ、本当にこれよりこっちなんですけど大丈夫これそうですね、焼肉コーラいやはい、すごい地味な ですね、焼肉屋さんの焼肉屋、家、これで家で、家って書くんですね。家で焼肉屋にしました。うん、ああ、はい。調べてみました。幸楽さんというですね。焼津市の、あそこはな、あちらは。三ヶ廟です。さ、三ヶ廟。はい。三ヶ廟というところにあるですね。幸楽さん。綺麗になりましたよね。はい。私ですか？はい、うまいねこのタイミングは。ちょっと待って待って。ありがとうございます。僕どっちかなと思って止まっちゃったよ。ちゃんと学習してましたね、さっきのところね。うまいね。ナイスツッコミどころね。勉強しました。どうもどうも。はい、幸楽さんということで、はい、今度僕ユーストリームの番組これからいろいろ実はやっていく中でですね。これうん、やれたらいいなって思ってます。今度そうしましょうか、こう やりながらホルとかこのカードの上でやんないでくださいこの今一瞬カード焼かれると思ってたこれ焼いても食われへんや、うん、食われないけどちょっと焼かれると困っちゃうかなって焼そうなんですよ、焼肉屋でユーストリームっていうですね。あ、いいですね、その時また呼んでください。これなんかあぜひぜひ、ね、うん、まだ日にち決まってないちょっと今度下見にですね、はい、行ってくる予定でいてですね、牛を5頭用意して、はい、もう池づくるよ それ僕見たくないっすよそれはそう牛のクビールスープとか言って誰か飲むねん、こんなインディージョーンズでそんなのありますよね。あ、行きます。インディージョーンズって あんまり映画見ないんですよ、ね、あ、そうなんですか、うん、あのうん、本当にですねこれインディージョーンズご覧になられた方は分かると思うんですけど、2作目ぐらいの時にですねインドの王宮のところに入っていくんですよ、うん、そしたらですねこう猿が、あ、猿の頭みたいなんですね、うん、こうそのままお皿に首、生首出てきて、でそこの脳みそのところにこう切れ目があって、うん、こうパカッて開くと猿の脳みそのシャーベットみたいな。あ、猿の脳みそで食べるんですよね、確か。そうなんですか。はい、どこだっけ、あの中国、東南アジアだったかな。中国は何でも食べるから、うん、食べるとこあるんだよ確か。あ、そうなんですか。で、なんか乱獲で、うん、あの減っちゃったとかなんとかっていうのね、なんかで聞いたこともある。あ、そうですか、うん、結構自然派なんで。食べるんですか。食べた食べた。そういったあの、そう、あの珍味とか食べるんですか。珍味大好き。そうなんですか。大好きだけど、どんなの、例えばどんなの、だからごく普通に皆さんが言う珍味ですよ、イカとかね、スルメとかあんなんですよ。ああ、そうなんですか。その類のやつ、ね、うん、ゲテとは違いますかね。あ、違う、あ、ゲテもののとは違う。ああ、僕もゲテは苦手ですね、うん、珍味もちょっとどちらかというと得意ではないかなっていうですね、うん、韓国行った時にイカタコわかんないけど、なんか足がですね、あの、おにゃおにゃっと動いてるやつ、うん、あれがまたお箸にも絡みつきですね、うん、うまくこう噛み殺さないと、うん、ほっぺたとかこうつくから、もう大変だってさ、あれはもうですね、そういうのはどっちかというとゲテの方入りますよね。あれはゲテです、あ、まあそうですね、うん、そうですね、まあそんな、いや、広い意味だと桜エビも珍味だと思いますよ。そうですか。だって駿河湾しかいないでしょ。うん、まあそうですね。厳密に相模湾とかもいますけどね、ちょっとだけ。あ、やばいんじゃないですか、それは。あ、いいのか。あ、でもみんな知ってますから。まあそうですね。ただあの生息数が少ないんで。ああ、なるほどなるほど、ね、なるほど、そうなんです。そうそう、それで幸楽さんにですね、はい、まあ、下見に行き、ちょっと焼肉食べながらユーストリームですね。いいですね。まあ、ちょっとなんか一大イベントにしちゃおうかなということで、あ、ぜひ、まあ、うんうん、それをで今度幸楽さんと、まあ、お話をしながらですね、うん、やりますよ。はい、やりますよ。あとですね、4月の29日、もうこれ決まりなんですよ。あ、緑の日、あ、昭和の日か。そうそう、昭和の日、うん、昭和の日にですね、静岡の、うん、この間僕ライブやったんですけども、フレンチビストロレストランペパンというですね、レストランがあるんですよ、伊勢丹の近くなんですが、そこで焼肉、フレンチっつってですね、フレンチ焼肉みたいな、バーベキューじゃないですか、それはそうそう、そこでですね、うん、まあ、そこでもユーストリームの配信をしながらですね、まあ、イベントになってるんですけども、うん、そこでですね、まあ、イベントユーストリームの番組やりつつ、まあ、ワンプレートじゃないけど
まあ、500円でですね、うん、まあ、食べ物とか飲み物をですね、そこのシェフが提供、まあ、サンドイッチとかなんかそういう、こんなお皿1個だけ500円だったりする、あ、まあ、もう1個食べたかったら500円払ったらいいんですよ、うん、でそういうお酒そのお皿これぐるぐる回ってたらおもろいやん、そっか回転です。ちょっと今何て言うんですか、一回一回手を聞かない気になるじゃないですか、うん、やっぱ気になるじゃないですか、スコンと決まった時は言いますから。あ、そうですか、はい、外した時も、うん、あそうそう、そこでですね、まあ、500円でですね、食べ物もあったりとか、あと飲み物ですね、うん、お酒とか、うん、もうやったりとかですね、するので、まあ、だから来たそのレストランに顔出しに来て何も食べないで帰ってもいいし、うん、ずっといてもいいし、あ、うん、あ、そう、食べると500円ってこと、そう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 、うん、そこにそれは食事だけで、食事だけ、飲み物は別と、飲み物別だから食べ物と飲み物だったら、まあ、うん、1000円ぐらいでですよね、うん、ワインとかいろいろ多分出てくると思うので、うん、なるほどね、4月29日ですね、夜からかな、まだ時間多分5時か6時ぐらいから、うん、あですね、やると思うんですけど、そこをちょっと会場をユーストリームですね、配信をしつつ、なるほど、イベントもやりつつ、ゲスト、まあ、いっぱい来ると思うので、そういうところで話もしながら、うん、まあ、そういうイベントをですね、こういう、こういうあれ、こういうあれです、こういうあれをして、はい、こういうあれをして、ゲストを呼んで、ゲストを呼んで、ボケツッコミ大会を、それやるんですか、はい、ボケの方、はい、ツッコミ方、はいって、うわー、めんどくさいですね。あ、まあ、それはそれで、ね、まあ、僕は MC っていうか、ただ僕、音響とかやってるから、勝手にやってくれていいんですけど、さあ、フルで、めちゃめちゃ。はい、まあ、そんな、あ、どうも、こんにちは。はい。まあ、それをですね、まあ、ユーストリームに関しては、ABS テレビというですね、アキラブロードキャスティングシステムという、僕のチャンネルがあるんですよ。ABS。ABS。うん、ブレーキみたいね。アンチする ABS。それも ABS だけど。道路でよう止まるわけやん。そうでもおかしいよね。はい。なんですか？めっちゃ滑るやん。そうですか、僕そんなことないと思いますダメな ABS です、ね、めっちゃ滑るやん、はい、だから ABS と言ってんねんって、そう返してほしかったんだね。あ、まあ、そうです、そんな感じですね。あの4月29日ペパンさん、フレンチビストロレストランペパンさんですね、もう誰来てもいいようになってるのでですね、うん、あので、食べないで帰って、な、話だけして帰っていけば0円だし、うん、ワイン飲みたければ500円とかですね、まあ、そんな感じで、もう出入り自由な、飲むだけ食べるだけでも OK ってことね、 OK です、うん、で来なくてもいい、あ、来なくても来なくてもちょっと違うしまった来てくださいね兄来るな言うとるでしょ兄言ってない言ってないって来なくても OK じゃなくて、そこに来て食べたり飲んだりしなくても OK、 もう OK ってこと、ね、そう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 来なくても OK って今どういう反応しようだちょっと迷ったわちょっと僕もやばいこと言っちゃったかなと思ってですね誰も来ないよそうそうそう、それはちょっと寂しいくなるからさ、それはちょっと困るからですね、まあ、ぜひぜひですね、あの、うん、雰囲気のいいレストランなので、ぜひ来ていただけたらなというふうに思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、で、もうエンディングなんですが、あ、終わってしまう、やっと終わった、ね、やっと終わったやっと終わったですもん、今日どうしようかと思ったんですもん、延長しようかいや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 、あ、まだあ、まだ来てないしまだ来てないし、いや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 、もうあのそうそう、あのガラス屋さんぜひ来てくださいね、ああ、ガラス屋さんじゃなくて、のりさんですね、大阪から来なくてもいいって言ったかみたいな言われてますけども、うん、ですね、あの来週ですね、4月の8日です、アキラのタロットカフェですね、ゲストの方が、イベント会社のですね、まあ、総企画者というですね、ところの江ノ島真由美さんというですね、女性の方と、あとですね、元 SBS ラジオのですね、リポーターのスクーピーという、あの車で結構かっこいいスポーツカーみたいな、あ、犬を、犬？それスヌーピーです、ね、何点何点ですか、70点何点やったね、もう合格点ですねあの元スクーピーのリポーターのですね、うん、角田直子さん、まあ、モンタさんというふうに、モンちゃん、モンちゃんとか、モンタさんとかですね、そういう愛称で、まあ、まだ僕、お会いしたことないんですけども、これから会うんですけども、こちらにいらっしゃってくださって、4月13、14とですね、またユーストリーム、
実はうちの近くのエネリアというですね、静岡ガスのショールームでやるんですけど、それも僕ユーストリームする配信で、スタッフで行くんですけど、まあ機械もこれ僕持ってるので、ガスのガス、静岡ガスのですね、今建設中、もうできたかなっていう感じですけど、うん、そこで、ね、そういうとこあるんですね、そういうとガス屋さんの中には、はい、いや、インターネットはない、も持ってくるんです、僕が、まあ、いわゆる Wi-Fi とかそういうのを持ってって配信をするので、まだ手探りですね、やってみなきゃ分かんない感じですけど、まあ多分大丈夫だと思います。頑張ってください、はい、ありがとうございます。来てください、行きますよ冷やかしに冷やかしに、静岡ですけど、うちの近所ですけどあ、この間なんかうちの近所で、あ、うちの近所じゃなくて服部さんの近所で、あの、うちの近所、来た、はい、見るバカに雨降るなと思ったらいやいや、占いのですね、だったんですけども、まあそんな感じでですねまあ、また来週もやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。服部さん、今日はどうもありがとうございました。はい、ゲストは、お笑い芸人の服部武さん。ちゃうちゃうって。ファイナンシャルプランナーですよ、私は。ファイナンシャルプランナーの服部武雄さんでした。服部さん、どうもありがとうございました。じゃあ、皆様、また来週よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。毎週出るかな、俺。毎週ですか。空へと返そう。